法上とは、書道において、紙に、筆と墨で書かれた書籍のうち、保存、鑑賞、学書用に供するために仕立てられたもののこと。ほとんどの場合中国の書籍に用いられる語である。多くは、本人が制作したものではなく、後から紙をつなぎ合わせるなどの加工を行ったり、模写、複製などを行って制作したものである。また俗には、ある程度の分量を持った。 近世以前の書籍を交渉することもある。純化格調書道を学ぶ、特に臨書の際は、手本となる書籍が必要である。日本の書籍は、多くの場合、鑑賞や作品、文献模写を目的とし、学書と比較的近いのに対し、中国、特に等より、前の多くの書籍は、書道の作品ではなく、別の用途を持って書かれたものであった。 例えば、王義氏の乱定序は、刺繍の序文であったし、十七条は石徳である。また、眼神経の、採鉄文庫は、追悼文、採白文庫は、報告文、総在文庫は、上層文のそれぞれ総行である。また、作品として制作されたものでも、非常に大きいなど定裁が、学書に向かないことが多い。このような書籍を、 個々の手元で学書に供するために、複写して適宜大きさなどを調整し、学書や鑑賞に向くように制作されたものを、法上と呼ぶ。以下、手法による法上の分類を述べる。多く、本と呼ばれることが多い。以下、形態による法上の分類を述べる。このような分類ができたのは、母国発生以降のことであり、以下の説明も、母国を前提に述べる。 母国も、参照のこと、北条の原型は、すでに陸長時代に出来上がっていたと見られている。この時代、東身の王義師、王剣師親子が行書と会書を芸術的に完成させ、書生と称えられた彼らの書法は、多くの書家の理想となった。その中で法条が生まれた。当初は、肩木書や林母によったが、高度な技術を要するために刀もが編み出された。 諸学者でも、方法さえ学べば可能で、極めれば、親戚に迫る模写ができるとあって、多くの法上が作られた。当もも主者であることには、変わりなく、より効率的な方法として模国が登場した。技法は、当時代後期から存在したが、南東ではこの手法を用いて、州長小本長を作ったと言われる。 これは、南東を征服した北宋へ受け継がれた。北宋大は、書籍の収集、鑑定が流行り、研究も、盛んに行われた。朝廷においても、大宋や大宋が、書の収集を好み、母国を用いて、純化三年、王儀氏を中心とする州長純化拡張、全十巻を編纂した。この影響は大きく、母国が、法上政策の主流となった。 純価格調は、菓子品として、極小数制作されたのみなので、これ自体の模刻が頻繁に行われた。また、純価格調を増補したり修正した法上も、編纂された。収集家がコレクションを模刻する法上は、北宋大末期から行われていたが、秋代中期から新代に成功し、商業出版まで行われた。 大義氏などの古い時代の書ばかりではなく、南宋以降には、同時代の書の法上も制作された。秋尾末期には、陶器章のような有名人の書は、生前に刻された例も多い。新代には、建立帝による、三木道長を頂点にして、解説道長、教訓道長など、多数の法上が刊行された。神代後期には、玄元,元が、北避難調論を表し、 北義の碑文の書が、法上に収録された書よりも優れていると主張した。李文伝の乱定助義作説もこの頃書かれた。評価が相対的に低くなったとはいえ、正代名人赤徳、証券有格草書など、同時代の詩や、先輩の書の法上の制作も盛んであり、量的には明治代より多くの法上が制作され現存している。最後の大規模な宗教は、 背景服の相当拡張36巻、相当格俗長13巻である。また、江戸時代の日本にも多量に輸入され、唐用書道の手本になった。現在において、新大の法上の評価が低いのは、法上の原本もしくはその類品の木石を写真版で見られるようになったためである。拓本から重刻した法上は、存在価値がなくなった。 また、言語と等が主張したように、度重なる模写と重刻によって原本から遠ざかったことも大きい。写真製版による印刷技術の普及によって、法上制作は1928年頃にはほとんど行われなくなった。本来、法上は紙に筆と墨で書かれた書籍を模写したものを指し、石文は非版 その拓本を法上仕立てにしたものは、秘長と呼ばれて、明確に区別されていた。しかし元の書籍が石組みであるだけで、実際に使用される、際の媒体や、制作過程が法上と一緒であるため、現在は同列しされ、法上の中に含めたり、並列して、非番法上と呼ぶことがある。略して、秘長とも言うこともある。ありがとうございます。